皆さんこんにちは。そして夜ご覧の方はこんばんはですね。中宮秀夫です。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日はお話の日です。楽器についてお話をしたいと思います。で、このなぜじゃユーロンを使うようになったかというと、私はもうミュラーが最高だと思ってたんですね。ダマンマンロケンの最高峰なんですけど、まあ当然それは皆さん私が知らないもっと素晴らしいのある可能性はあるし、否定はしません。ただ人間っていうのは巡り合うの限界ありますからね。私が今話してるのは私の巡り合った知ってる限りの正直なベストを言ってるんです。で、私の知る限りでは、ダマンが6弦の最高峰なそれに匹敵するのはミュラーさんのルックスも綺麗だしいい楽器だなってことでね、あれなんですけど、でその後ですね、これですね、2017年ですねの作品なんですけれど、この楽器はね、私の誕生日に届いたんです。9月23日に。これも運命かもしれないですけどね。で、頼んだ一冊というのが、私一時期と、ちょっと前まで、JS バッハギター協会というところで、まあ、副理事長を務めさせていただいたんですけれども、その当時にですね、クオ・ユーローさんという中国の名工さんがスポンサーになってくれて、商品のギターを出してくださってたんですね。と来日されたんですね。で、その時にやっぱり当然、お付き合いというかね、忖度というか、みんなメンバーはやっぱり注文しようという雰囲気になったんですね。で、正直言ってその時僕はやっぱりそのこの辺の良さは分かってないし、やっぱり私も一般人ですから中国製っていうのは抵抗があったんですね。多分100円ショップ並みでそんな良くないんじゃないかななんてね、ダブルトップだっても。で、一応ですね、まあ半分お付き合いで、注文したんですよ。で、これコンサートモデルって最高トップレベルなんで、その1個下のチェンバーモデルっていうのを初めお願いしたんですよ。そしたらユーロンさんからメールが来ましてね、俺も8弦作るんならば最高峰作りたいから、お前コンサートモデルにしてくれないかっていうお手紙いただいたんで、で、分かりましたと。ね、やっぱりこっちも俺も男だと、まあ、男関係ないですね。でもそういうことで8弦を頼んだんですよ。で、半分はもうね、世の中のお付き合いと社会的なあれで社交でもう当然の出費というふうに思ってたわけですね。それで9月23日に到着して、このギターが、それで早速ですね、上弦してうちの家族とですね、かみさんですね、隣の部屋にいてダマンとミュラーとこれで目隠しテストをやったわけですね。で、僕自身の印象はもうものすごくこれが一番いいと思ったんですけど、人間の差がでね、値段的にはそれはやっぱりダマンよりも全然エコですから、高い楽器の方がいい音でやってほしいっていうね、変な差が働くんですね。で、家族にね、1番のギターの音、2番っていうふうにこうやって聞いてもらうわけですよ。で、順番入れ替えても何番やってもね、このユーロンさんがトップに一番素晴らしい音で全然いいっていう結論なんですね。で、僕自身もそれもうそうかと。不思議ですね、自分の所有物だから別にね、自分の持ってるのが最高であれば値段関係ないで、人間の差がでね、自分がいっぱい払った楽器がいい、一番いい楽器であってほしいなんて幼稚な思考が働いてたんですね。今はもうなくなりましたけどね。それで当然ダマンミュラーもいいんですが、やっぱり比べるとね、この子の方がこのこういうこのこういう上のこういう歌い方がものすごいんですね。それ理由はね、これダブルバックって言いましてね、この後ろがこれ二重になってるんですね。こっちがここにこうね、二重になって部屋があって、それで穴が開いてて、この出た音が、まあ、私のホームページに説明してありますけども、その共鳴してエコーになるんですね。サスティンが長いんですね。で、それ以来ですね、結局それでその即あと演奏会があったんですが、これ使ったんですよ。わずか来て1ヶ月で。そうしたらね、その時30層やったんですよ。弟子の菊池君がダマンで、大手君が、まあミュラーの8弦だったんですよね。私の出来たてのね、このユーロが一番音でかいんですよ。で、お客さんもそういう。で、当然弟子たちはしっかりしてましたね。弟子もね、私の現物を見て演奏会で確認してから、あ、いいねということで、お弟子さんたちみんな別に強制しませんよ、みんなユーロンをオーダーして弾くようになったんですよ。とか、やっぱり世の中はね、なぜかその、中央制ということでなかなか素直に認めてもらえないみたいですね。まあ、それはしょうがないですね。もうこれもそれぞれの価値観ですから、いいものはいい、悪いものはいい。それからこれも楽器も結婚と一緒ですね。自分が気に入って、恋愛と一緒ですね。自分が愛してで幸せならいいわけですね。ただし楽器に言えることは、自分一人で弾いてる分にはそれで幸せでいいんだけども、
フェスティバルとかコンクールとか他の楽器と比べられる場に出た場合は絶対的にやっぱり物理的な差は出ます、ね、だからいくらブランドでいいと思ってたって実際に音がちっちゃいのダメです。多分振り返ると昔ね、あのマドリードで国際コンクールあったんですね。でね、ドメガーの人いますよね。その人その時ねトーレスで出たんですよ、あのコンクールにね。で僕もそれね楽しみにあの演奏を決め、やっぱりトーレスね音ちっちゃいです。あのトーレス神話っていうのは骨董的、これ起こるかもしれないけども、これは事実です。で少なくとも私の耳にかでその時聞いた他の出場者ラミレスとかいろんな一般の楽器の人たちのフィッシャーとかいろいろいましたけど、その人たちの楽器に比べるとトーレスやっぱり音地味でしたね。でましてそのトーレスでねロドリゴなんか弾いたんですけど、やっぱり鳴らないですね、無理ですね。それはもう正直な私の体験なんです。でもあのいや違うんだ鳴ってるんだと思う方はまあどうぞお使いになればいいと思います。これは私の あの感想です。これねいつも言ってる私の感想ですから参考にするかまあ受ける自由ですけどね。そんな感じで、それでユーロにまあ落ち着いたわけですね。で C って言えば、じゃあ本当にユーロになったと低音、この番外の7弦8弦に関してはミュラーのはすごいんですよ。うまくいかないですね、それを混ぜるわけにいかないですね。ただトータル的にやっぱりユーロの弾きやすいんですね。であとはあの個人的にねユーロン氏中国に僕招かれてすごくよくしていただいても友情っていうか人間的なあれですね、彼はねもう僕がバッハ教会辞めた後もお前はもう親友だと、お前のためなら何でもしてやるっていうようなことをねメッセージいただいて今もお付き合いしてますけどね、まあ、すごくあのだから僕つくづく思うのは、国じゃなくて人間です。どの国でも変な人はいるしいい人はいる、ね、ですから偏見とかそういうのやめて。だから今そうですよ、ロシアとウクライナね、ロシア人が悪い、それ間違いですよ。ロシアだって政治と各個人を、一緒型にする考え皆さんやめましょうね。まあ大きなお世話かもしれない、私はそう思います。いい人はいい人、悪い人は悪い人、日本人だって悪い人いますよね、根性悪い人ね、いい人もいますけどね。ですから少なくともギターやってる皆さん、心が正直で自分の耳で素直な生き方していただきたいと思うんですね。そうすると損しますよ、公の前で弾いた時になるものはなる、ならないものはならないね、そういうことです。ですからついでに言わせてもらうと近なり遠なりナンセンスです。そんな物理的なことありません。近くで鳴ってるだけで遠くで鳴らない、近くで聞こえないけど遠くで聞こえる、そんなことは絶対にありえませんね。そういうことは物理的に証明されてませんが、それはあくまでも商売上のビジネストークです。それに惑わされないように皆さん自分の耳でしっかり、ただし皆さんが気に入っている楽器を使うのはそれ全然いいんですよ。あのでね、ついでに言いますと入門の人はどういう楽器買えばいいのっていうね、入門の方はとりあえずギターをまずギターゲットすべきですね。もう安くてもな、金を貯めたからいい楽器買おう、それダメです。金を貯める時間に練習時間が減りますから、とりあえず手の届く楽器、ただ理想から言えばだって4、5万のがいいですね。あのブランドどの楽器がいいって今ここで言うとやっぱりいろんなビジネス上の問題があるので、もし質問がある方は私にメールくだされば、入門用にはこの楽器はおすすめですよということを個人的に、アドバイスさせてあげます、ね、それならいいでしょ、ね、ここの公のところでどれがいいのか、やっぱりそれあのフェアじゃないので、私の個人的にこの楽器をこの値段帯ならこれがおすすめしますよっていうのを、ただし入門の段階で何十万の楽器は、ね、買わない方がいいと思いますね。少なくとも、曲が弾けて自分で音の好みがはっきり方向性が分かった時点で買った方がいいと思いますね。あの入門用のとにかく普通のただ3000円とかそういうのやめた方がいいですよ。やっぱり少なくとも楽器としてのレベルいった楽器をお買いになって、その後にだんだん自然でね欲求不満になってきます。ちょっとこの楽器つまんないな、もっと、それが買いの時ですね。で楽器ってのは自分の歌いしたいんですからね、自分の手で奏でる喜び、ね、自分の指でこの音をこのでこう奏でると喜びですね。ね、カラオケと違って作り出す音ですよ。その喜びの価値観ですよ。ただそれ人それぞれですよね。音楽なんて別に BGM でいいんだ。それもその人の生き方です。でも自分でねアートとして作ることに喜びを感じるのもその生き方でいいと思いますよね。だからそれ一つ、ただし弾く喜びですね。音楽を作る喜びを知ると。生きる糧になってね、すごく楽しくなりますよ。ですから僕はあとボケ防止になりますよね。指をこう弾かない人よりもこう指をこうしょっちゅう弾いてる人、それからアンプしてる人、
ね、そういう方神経を使ってる方が長生きできると思います。だってこれからねもう100歳まで生きるのが常識みたいな時代でしょう。ですから残りの人生ね、特にシニアの方たちね、まあ俺はジジイだ、もうあの楽器なんて無理だなんて言わないで、無理ってことないんですよ。あのそれなりの形で楽器にゆっくりと向き合えばいいんですよ。例えばこの、ね、結構これゆっくり弾けても自分の作る喜びあるじゃない。例えばね、理想はこうかもしれないけど、ね、体力的に無理だったらこういう風にね、音の響きを自分の手で作る喜びあると思いますよ、私はね、それね。はい、今日はそんなことで楽器についてね、お話を、私の、ギター遍歴のね、ちょびっとお話を、もっと詳しい遍歴はホームページに載っております。それを見てください。今日はギターについて、8弦ギターについて、私の使ってる理由とかその考え、なぜユーロに至ったかというお話をしましたね。もしユーロに興味ある方はまた私にメッセージくださればお手伝いできます。私別にあの楽器商じゃないのでね、別にあの販売促進ではなく、ただユーロンと友達なので一応日本の窓口になってるだけですのでね。はい、どうも皆さんありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。気に入った方はまた登録、いいねマークしてくれれば嬉しく思います。それではまたお目にかかります。ありがとうございました。